東京六大学野球春季リーグ最終週第3日は4日、神宮球場で3回戦が行われ、総大が慶大を 1-0 で破り、2勝1敗。5勝ち点3で明大と並ぶ3位となった。2期連続優勝を決めていた慶大は同4で、先行から勝ち点を上げる。記事全文を読む。